久保さん、今日ね、あの、長崎県で道路横断の50歳男性、バイクには,れはねられて死亡っていうね、ニュースが出てました。今日亡くなられたみたいです、バイクに離れは,は,はねられて、はい。ということで、まあ、いつ死ぬか分かんないですね。うん、まあ、ね、僕たちは、明日生きてるもんだと思って生活してる部分あると思うんですよ。 明日まさか死ぬなんてね思いながら生活はしてないと思うんですけどまあまあ何が起こるか分かんないですよねうんまあ僕もねあのいつ死ぬか分かんないですけど久保さんもいつ死ぬか分かんないですよねだからよくねそのなんかそのニュースのインタビューとかで受けてる人が「まさか私が」みたいなね まあまあ間違いなくそうですよね、みんな、明日死ぬと思って生きてるわけじゃないですから、うん、でもやっぱ、日頃からそういうニュースが流れてるんだけども、やっぱそういう意識というかね、まあ、そういうのはなかなかないのかなっていう、やっぱり結局、何だかんだ言って何もせず、2023年が終わっていく人っていうのがね、結構多いんじゃないかなと思うんですよね。うん、今年もやりきったな、みたいなね、あんまないですよね。 うん、動画やっぱりあの継続できてませんとかねそう動画 YouTube やろうと思ったんだけどできてませんとかね多いですよねうんでも今日できなくても明日できなくても今年できなくても来年できなくてもいつか全員できなくなる日が来るっていうね <laughs> やろうと思ってもできなくなる日が来るんで うんだからそれをやっぱりある程度ね、まあ、かなり強く意識して生きるっていうのは難しいですよね明日死ぬかもしれない今日死ぬかもしれないつって生きていくのは結構しんどい部分ありますけどただある程度の意識は持って生きていくといいと思いますね久保さんももしうーん40歳の時にネットビジネスやってなかったら、ね、今ないと思うんですけどだからその時に久保さんが後、まあ、このまま後ねえなと思ったからだと思うんですよね。 この先の未来も多分なんとかなるだろうって思ってたら多分入ってなくないですか多分この先の未来がやべえともう終わりだとこのままマージャン店やっててもこれ無理だぞっていう風になったから多分あのケツに火ついたと思うんですよだけど未来がなんとなくねまあなんとなくこう動いてて今もなんとなく回っててそしたら多分ねあんなやんないですよねそうウォーターサーバーですみたいな <laughs> 久保さんの動画ウォーターサーバーありますよね。ウォーターサーバー。ウォーターサーバー。懐かしいですね。ウォーター。ウォーターサーバー。そうそうなんかウォーターサーバーをセールスしてるやつあったと思うんですよね。そうまあ、ここあたりですよね。多分ね。始めたの。うん いやあ、久保さん若いっすね。<laughs> 若いなそう。なんかね、あの、僕の記憶が正しければ、なんか、ウォーターサーバーをなんかやってるやつがあったと思うんですよね。うん、どっかで。そう。<laughs> まあいいや、若いな。もう、このアカウントも10年か。10年以上っすね。でも、この速可塾、即可、インターネットビジネス速可塾10年前っすね。 10年前ですね、この久保さんがこの動画撮ってるのは即果塾インターネットビジネス第1回速果塾2第1回速果塾355秒ですね、皆さん本日も動画をご覧いただきましてありがとうございます速塾の久保です。<laughs> 4月20日当日は皆様お一人お一人に丁寧にコンサルをしたいと思っておりますのでお近くの方はですね若い若いですね若いですね久保さん是非私広島市長区本通りのどこかの店舗でいつもランチをしておりますのでご一緒くださいませ い <laughs> ってらっしゃい。